アニメのゾンビランドサガー、フランシュシュ3号ミスの愛を演じておりますタレナリサです。そしてはい、テレビアニメゾンビランドサガでフランシュシュ6号星川リリーを演じております田中みな実です。よろしくお願いします。お願いします。私たちが今いる場所、はい、そうフランシュシュのみんなが住んでいる唐津市歴史民族資料館に来ております。見てください、絶賛休館中じゃあ、なんかいるんですけど、今すごい目があった桜と、ちょっと怖かったんですけど私たちがね、なぜこの佐賀県を訪れたかと言いますと、はい、そうゾンビランド佐賀映画化決定記念佐賀県お礼参りツアーをするためなんです。台本通り、いやー綺麗に読めましたね。長い。10月の16日と17日に行われた、ゾンビランド佐賀ライブフランシュシュ佐賀よ共に湧いてくれというところでね、はい、映画の制作の決定が発表されまして、前回もゾンビランド佐賀リベンジのお礼参りをね、してたので、今回もじゃ劇場版のお礼参りをしようじゃないかということで、しかも一泊二日なんですよね。そうなんです。というわけで今いるところは、あの舞台になっている唐津市にいるんですけども、みなみちゃんは唐津市で知っていることって何かありますか？まあ、やっぱりリベンジのあれタエちゃん会ですかね。第6話ボートレース唐津がありますよね。やっぱそこのワラスボタンの、なるほど、はい、伝説のね、ワラスボタンありましたけど、はい、なんと来年の2月10日からゾンビランドサガのワラスボタンカットが開催されます。なんとしかも来場者には先着順でオリジナルグッズがプレゼントされるということなので、もう客席もねゾンビランドサガファンと一緒に見れるということで、他にもねゾンビランドサガの聖地がたくさんある唐津市なんですけれども、まあ欠かせないものがあるということで、欠かせないもの、欠かせないものか、まあ唐津でって言われると何でしょうね。確かに、あ、なんか私聞いたことあります。何？ガタチャリじゃなくて、あ、それはみなみちゃんが私が2位を取ったやつでした。ったやつ、あれか、レンタルサイクル。なんとですね、今回ゾンビランドサガのイラストが載っているレンタサイクルをお借りできるということで、本当ですか？自転車を今取ってきたいと思います。え、そっちにあるんですか？さっそうと、え、消えていった。リサさん、あれ、というわけで、かわいい、見てください、これみんながシャリースプリントされてる。そうなんです、こう走ると回るということで。本当だ。これね、あの実際にこちらのレンタサイクルが12月の中旬からまずは唐津市市内の3カ所に配置されるということなので、誘致を巡礼しちゃうって感じですか？どうしようかな、私ちょっと先にこれで次の目的地あ行っちゃいます。行っちゃうんで。本当ですか？みなみちゃん、はい、スニーカーだから走ってもらって。確かに、全然走りますよ。行きますよ、チャリ漕いでいきたいと思います。じゃあ行ってきます。私もついてきます。ゴーゴー。結構早いですね。漕ぎやすい。行ってきます。ありがとう唐津市歴史民族資料館。いや皆さん、ちょっとここで一つ謝罪があるんですけど。何でしょうか？ちょっとあの自転車で来る予定だったんですけど、はい、遠すぎて早々に車で移動しました。私たちも、はい、はい、バスに乗って本当はね、チャリで来たってやりたかったんですけどね。ついに来ちゃいましたね、ここ。来ちゃいました、ドライブエントリー。じゃーん。ちょっと映像で伝わるかわかんないんですけど、いい匂いがしております。そうなんです、鶏のお肉が焼けてる匂いが。ゾンビランドサガでは1期の第5話ですかね。あ、パネルが、あ、これだ、これこれ、まさにもうそのまんまなんですよね。そうなんですよ。そう、じゃあ早速お店に行ってきます。やったー、コッコさん。本日はお越しいただきありがとうございます。有村さんじゃないですか。よろしくお願いします。アルピノのライブの後に来たことがあるんですけども、はい、本当に美味しかったので、今日も、ね、一番定食を食べられるんですか？早速準備してきます。やったー、お願いします。それでは早速、こちら若鶏の方になります。ありがとうございます。来た来た来た。おお、どん、もういっぱい焼いちゃおう、ね、もうちょうどお腹の空いてる時間 で我々朝から何も食べてないので。あ、それは大変です。そうなんです、まあ、何も食べてない嘘なんだけど。皮がくっついてる。じゃん、
おお、いい。テリテリやばい。皮から脂がパリパリです。ほら、いいね。わ、お肉の育て方が分かんない。お肉の育て方。みなみちゃんすごい綺麗。大丈夫だと思います。大丈夫ですか、これ。みなみちゃん一足先に。じゃあちょっといただいちゃいますね。いただきます。タレをつけて、うん、おー、あー、うまい。優勝、優勝しました。おいしい。いただきます。皮ひな、うん、やわらかやわらか、うん、どうですか。うん、そういえば、さきちゃんがさくらにおすすめしていた食べ方って覚えてます？なんだっけ、胡椒、そのタレにニンニク胡椒をつけてみて、え、ニンニク胡椒ってなんだ。カラツ弁全く喋れないんですけど。確かに我々喋らないキャラなの。そうなんですよ。あ、これですか。あ、このタレにすごいニンニク胡椒をつけてみて。あ、皮、皮、皮が美味しいんですよね。またやっぱニンニクの匂いがすごいね。いただきます。絶対美味しいじゃん。全然違う。本当ですか、うん、ちょっとピリ辛で、なんかやっぱニンニク効いてるから、いいジャンクさ。どう、うまい。好きです、これ。お肉が焼けたんで、そろそろ鶏飯の方を。ありがとうございます。鶏飯だ。めちゃくちゃある量が。嬉しい、はい、ありがとうございます。はい、鶏スープもすごい、もう丼にドドンと、うん、これだけで満足なぐらい。持って帰りたい、持って帰りたい、持って帰りたいよ。もうおにぎりにして、本当に。実は新しく冷凍の鶏飯おにぎり、おにぎりあるじゃないですか。ちょっと知らなかった。新発売になっております。やったゾンビランドサガとコラボをいたしまして、コラボ感がいいですね。キャラクターのみんなが、ですよね、同じ味を再現しておりますので、お家の方でゆっくりと食べれるようにですね。はい、ありがとうございます。それではいきますよ、せーの、ドライブイン鳥。美味しかったな。いや、また来たいね。次にやってまいりましたのは、小島食品工業さんの本社に来ております。愛ちゃんが働いているアルバイト先のモデルとなった、はい、場所で、もう本当そのままなんですよ。本当にこのロゴそのまま、このいや、でもそれにしてもリベンジの1話の冒頭結構衝撃的だったんですけど、愛ちゃんを演じていてどうでしたか。そうですね、あの始まりは愛ちゃんの初のソロ曲。いや、ソロ曲じゃない、みんなで歌ったもんね。早速ちょっとね、うんうん、中の方に入ってみましょうか。見てみたいと思います。普通に会社なんですよね。そうなんですね。キックボードがある。あ、本当だ、ここら辺に愛ちゃん止めてました。ちょっとこのこら辺だったかな、キックボードナンバーが、これはゾンビランドサガのプレートだ。あ、すごい、ミニキャラだ。ゾンビランド探し用になってます。いいな、うん、ゾンビランド坂のオリジナルイラストの原付ご当地ナンバープレートらしく、かわいい。佐賀県の全20市町に導入されているそうです。いわり市はね、ナンバープレート見かけた方はご当地のナンバープレートもチェックしてみてください、めちゃくちゃ欲しいです。ここのシーンでちょっと見に行きたいところがありまして、行きたいなって。行けちゃうんですか。思うけど、行っちゃっていいですか。お、じゃあ行きましょうか。え、どこから入るんですか。全然わかんない。失礼します。こんにちは、よろしくお願いします。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとお願いがありまして、釈迦を歌っていた、はい、あの屋上にちょっと私たちもね、行きたいです、うん、ぜひとも。いいですか、はい、高いですね、屋根の上に。すごい、来ました。わー、あ、すごい、その上まだ。あれあれあれ、会ったことある、もしかして私一緒に歌った気がする。あれあれ、どこ。あー、はじめまして。はじめまして、うちの工場長の尾崎になります。ゾンビランド佐賀のモデルになった、うん、工場長の、はい、あ、そうです、はい、そうです。お会いできました。あの風貌もそのまま。そうです ね、 ね、実際愛ちゃんが立ってた場所どの辺。愛ちゃんは、愛ちゃんここに立ってました。あ、ここ、はい、あ、そっか、今日の当番は今日の愛さん、そうだそうだ、はい、さんこさん
カッパとして。あ、これですね。すごい。ここに従業員の皆さんが並んでて、いやもうそっくり。あれ。せっかくこの場所に。だったので、そうですね、楽曲は準備 OK って今カンペが出てるんですか。いやだってちょっとここにありますもん、私ちょっと。えこれですか。これで流す、これ流す、これ流す、ないんだ。え楽曲はあるんですか。あれありますか。 ある。すごい。ちょっと流してみてもらって臨場感をね。流れるかな。あ、え歌います。でもかんもの味が出る、これでもかってほど味が出る、そんなあなたに憧れる、ああ憧れる。歌います。工場長歌ってください。だけどもね、本当にね、歌うことになるとはね。結構長いっていう。じゃあちょっとね、長いんでこの辺で。すぎる。あれなんか、ちょっと小島さん、何ですかそれは。せっかくなので、はい、あの作中でですね、愛ちゃんが制作したんじゃないかっていうことになってる、この炙り和紙っていう商品があるんですけれども、いくつかね、食べさせてもらっているので、こんな感じでコラボもさせていただいているので、はい、ぜひちょっとこちらと。ありがとうございます。美味しそう。僕にはないんですか。工場長、一気の分をちょっと一気の分、ある意味貴重なやつですね。はい、せっかくだからコラボのやつ。確かに。いただきますか。ポストカードいいです。ランダム、ちょっと忖度なしで。忖度なし。誰だ。ポストカード、あ、さきちゃんです。さきちゃん、私の推し。かわいい。うわ、あ、めっちゃ入ってる。いろいろ入ってるんですよね。スルメ、サキイカ、アラホグシ。どうしようかな。トノサマスルメにしようかな。あ、トノサマスルメ、なかなかないです、うん。お美味しそう。うん、噛めば噛むものですか。うん、うん、おすすめありますか。なんかおすすめですか。先ほどのあのアナゴのアロウシが入ってた。あ、これかな。コラボのイリちゃん、はい、いや本当ですよ。心だった。あのマスク越しでも香ばしい香りが。いただきます。うん、うん、美味しい。おすすめ。美味しいですね。じゃあこれ以外にもコラボ商品以外もなんかすごくたくさんの種類があるみたいなので、ぜひ試してみてください。いや本当に美味しいです。めっちゃおすすめです。最高ですね。イカの魂、無駄にはしない。いや皆さん見てください、私たち着物を着させていただきました。どうですか。伊佐さんから、私こんな感じです。全体的にブルーとストライプをイメージしたお着物を用意していただきました。いいですね。そしてそして、はい、私はリリーカラーのイエローで。可愛いね。なんとしかもこの髪飾り、そう、今日この日のために作ってみたいなんです。この星とかをくっつけてくださって、リリーちゃん仕様の髪飾りになっています。嬉しいです、ね、私たちこれから花火を見させていただきます。やったー。こちらサイゲームスプレゼンツ伊万里湾大花火2021を堪能します。なんと巨大花火の三尺玉も打ち上がるので迫力満点だそうです。いやというわけで、はい、私たちはですね、うんうん、これから船の上に乗って花火を見させていただきたいと思います。なんかもうこんないいんですか。本当に。それじゃあ早速船に乗っていきたいと思います、はい、ドキドキ行ってきます。わー、かわいい。しかも黄色。いやドキドキしてきましたね。いや今ねちょうど5分前ぐらいの時刻ですけども、どこに上がるんだろうっていうのがまず。なんか噂では三尺玉めちゃくちゃ真上に上がるんじゃないかなって。まもなく、もうかな、そろそろかな。わー、初めてです。うわ、すごい。せー
スボス感。一番綺麗でした。なんか佐賀を応援したいと思いつついつも佐賀に応援されてる。そうなんですよ。ちょっとねこれからも私たちも、キャストとして ね、盛り上げていけたらなと思っておりますので、頑張ります。今後ともよろしくお願いします。というわけで、私たちのね佐賀県お礼参りツアー、ここで1日目が終了となりましたけど、もう今日帰ってもいいぐらいの満足感。いやもう本当に1日満喫しすぎて、いやこれフィナーレでしょ、これだ。明日もいられるんですか佐賀に。逆ではでは、佐賀の夜をこの後も私たちまだまだ楽しみますので、ではまた明日。またね。またね。佐賀県お参りツアー2日目です。やったー。いや昨日の佐賀の夜楽しかったですね。ちょっと美味しいお肉とイカ刺しをいただきました。いただきまして、美味しかったです。もうびっくりするぐらい食べました。最高でした、いやまあ2日目もね楽しんでいきたいなと思うんですけど、このツアーに一緒にいて、全然ちょっとお仕事をねしてない方がいらっしゃるんですよ。ちょっとね出てきてもらおうかなと思います。宣伝の小熊さん。はい、こんにちは。ゾンビランド佐賀宣伝プロデューサーの大熊です。よろしくお願いいたします。お願いします。いやもうあの本当に昨日の夜、2日目すごい読むじゃない。進行やれと。いやいや急に渡されたんですもん。あ、そうなんですか。そう、2日目から仕事しろって言って。なるほど。急遽 MC やることになりました。なのでね、今日は2日目、日本三大美肌の湯がある、この嬉野のですね、ゾンビランド佐賀にもゆかりがあるので、ちょっと回っていきたいなと。いやというわけでもうね、実際、もう真横に足湯があるので、ちょっと入りたいなと。いいですか、入っても行ってみましょう。やった。そう、もう、もう見えてますけど、すでに大人気なんですよね。本当にこうやって地元の方たちが入ってるんですね。ここでフランシシュが結束を誓ったという。こっちにフランシシュが並んでた。これがリリーちゃん入ってない。リリー入ってない。温泉 NG なんです。でも中の人は温泉大好きなんです。じゃあ今回特別ね。いいですか。はい、ということで入っていただきましたけど、なんかすごい気持ちよさそうですけど、田中さん、ここに暮らしたいですね。ここに一生いられる、本当に。しかもここ無料なので、本当にお近く来た人は誰でも入れる。ここにじゃあリリーが立ってたんですね。っていうことです ね。はあ、本当そのまんまだ。寝ちゃうな。いやでもぐらい気持ちよさそうですけど。そうなりました私も。ちょっと向こうの方も行ってみたいんですけど。日本初の温泉ミストで蒸す足湯があるということなんです、初めてかも。足サウナみたいな。まず蓋を開けるのかな。おーすごい。こういうことか。あったかい。かい。これを持って、あ重たい、足湯にかぶす。かぶせる。おお、なるほど。足湯とはまたちょっと違いますね、感覚が、ね、足湯の方がじっくりあったかくて、こっちはなんかすごいこのままじわじわじわって感じの、じんわりな感じ、落ち着けそうな。これフランシシュがここに入ってる時の、さえちゃんもちゃんとね。いや偉いね。あ、じゃあ私今さきちゃんの席に座ってるってこと、そういうことです、ね、私夕霧の席ね。ちょっとね今間隔空けて座らなきゃいけないよね。間隔空けなきゃいけないんで、こんな感じなんですけど、ちょっとこう以外にも嬉野のいろいろ探索したいので、もっともっと他のところ連れてってもらってもいいですか。行きましょう。もう全部台本通り行きますけど、はい。ここを降りていくとですね、はい、ぜひ見たことある場所なんじゃないですか。そうです、そうです。看板もいろんなところに。あー、ここ見た、知ってる。かわいい。そのまんまですね。
シーボルトの湯というですね、嬉野温泉の公共浴場です。大衆浴場や貸し切りもできるということで、市民などのその交流の場になっているということです。写真とか撮りました？確かに。ちょっと同じ構図で撮りたいんですけど、ここの実は横に橋があるんですよ。あ、ある。で、あそこにフランシシュが立っているワンシーン、それを撮りましょう。やったー、実際ね、ここにここがフランシシュが立ったということで、じゃあちょっと記念写真を撮ってもらってもいいですか？僕が撮れと、はい、書いてあります。書いてあります。お願いします。こういうことかな。行きまーす。お願いします。はい、チーズ。OK です。ありがとうございます。聖地巡礼感がありますね。本当にすごい。じゃあ続いてなんですけども、はい、こっちです。あるものがあるんです。あるものがある、うん、おお、広々とした、しかもすごい目の前が川っていう、ね、いやいいですね。結構有名なですよね。ここスポットなんです。ここです。あ、あいちゃん、あいちゃんが来た。これ茶畑ですかね。めっちゃ可愛い。嬉しのやっぱりお茶が有名だから、ね、じゃあせっかくなんでちょっと、じゃあちょっと写真撮りたいと思います。このマンホールの絵柄すごい、全部可愛いですよね。可愛い。大丈夫？あ、いいと思います。すごいいい感じ。背景が超いい。ゾミランド佐賀カラーマンホールは佐賀県6市に14枚設置されているということで、ぜひとも皆さんチェックしていただきたいなというところでございます。まだまだありますので。まだまだあるんですか。次行きましょう。やったー。あっちです。行きましょう。行きましょう。行きましょう。次はあの男とあの女が打ち合わせしたカフェあれ、あご食いのあご食いの、あご食いの話題のあそこですか。今回私行きたいなってリクエストしたんで来れて嬉しいです。よかった、うん、あ、ここだ。あった。あった。ここがカフェモカさんです。わー、ついに来れましたね。そうですね。こんにちは。こんにちは。お世話になります。こんにちは。お願いします。ようこそカフェモカ。すぐにあの楓ちゃんのあそう、ね、そうサインが楓本当だおるやんって思って本当だ。秘密の祭壇が隠れてます、すごいファンの方が持ってきてくださったものなんです。飾ってくださってるんですね。ありがとうございます、はい、秘密の祭壇ですじゃんって感じでやってます毎日。なんかあの交流ノートみたいな、はい、交流ノートはこちらです。皆さんがちょっと量が2018年からもう毎日誰かが書き込んでくださって、13冊目です。すごい。はい。いや、ちょっと見てみていいですか？見てみましょう。いや、もう記念すべき1冊目と、ね、すごい、どこどこから来ましたって、ね、いろいろ言ってくれる。全国もう47都道府県いらっしゃってます、ね、すごい。もうカフェモカの宝物です、はい、本当に。13冊目がもうすぐ終わるんですよ。もしよろしかったら14冊目の一番初めに書いていただきたい。ぜひ。はい、うん、これた感じ。いや、すごいなこれ。いやー、すごいな。いや、ほんとイラストが多いね。じゃあ書き終わったということで。はい、私も書き終わりました。お待たせいたしました。ファンに擬態して東京から来ましたって言ってみました。人生初のカフェモカさんです。ぜひぜひちょっと詳しくね。ナンバー14、はい、のノートですね。書かせていただきました。はい、最初のページです。ぜひ見てもらえればと思いますので、はい、チェックしてみてください。はい、で皆さんこの席座って、だからこの席はコウタラの席ということで、特別ですね。ね、ここに宮野さん座るってことでしょ？してほしい。距離的な言ったら、ここの景色を見ながらあるものを食べましたよね。なんかイチゴパフェ。そう、ね、イチゴパフェ。それ今日食べれるんですか？あります。いいですか？持ってきていいでしょうか？よろしくお願いします。しお待たせしました。ボタロさんが愛したイチゴパフェです。ありがとうございます。すごいですけど、すごいボリュームあるかな、このサイズ感、ね、かわいい、ね、めっちゃ練乳かかってますね。いただきます。いただきます。久しぶりのイチゴ、美味しい。甘い。いや、これは確かにペロリかもしれない。甘いだけじゃなくって甘酸っぱさがあるので、うんうん、男性も本当にペロリと食べられてますね、うん、いや、ということでイチゴパフェ美味しくいただきました。ありがとうございました。ごちそうさまです。本当にこれでよかったです。美味しかったです。ったです。もう幸せいっぱいでした。よかった。めちゃくちゃ美味しい。来てよかった。
よし、はい、ということでね何の振りもありませんけど、はい、佐賀テレビにやってまいりました。到着しました。立派ですね佐賀テレビ。初めて初めて来ました私たちは。 ですね、でも佐賀テレビといえば、うん、カチカチブレスト。そうですね。そうということで取材を受けていただきます。愛ちゃんは一回出てるんですもんね。愛ちゃん自体は。そうか。愛ちゃん一人でソロ活動で。一人でソロ活動で。いやー今日一人じゃなくてよかった。意味がいるやん。ねえ緊張しちゃいますからね。ちょっとせっかくこっちの番組もあるんで、うん、ちょっと面白いことやりたいなと。なるほど。キーワードを設定させてもらって、はい、その取材中にそれを入れられるかどうかっていうゲームをですね。なるほど。ちょっとやらせてもらいたいなと。できるかな。そのキーワード今からそれぞれに発表いたします。まず種田さん、カットイン。カットイン、あいちゃんカッチン、どんな言い方でも大丈夫です。なるほど、はい、じゃあみなみちゃんはキラキラトゥインクル。キラキラトゥインクル、リリーにちなんだやつですね。そうです。こちらのキーワードをもし言うことができれば肉まんじゅう。肉まんじゅうプレゼントしますので。初めて食べます。ですよね。私も、うんうん、言えば言うほど個数増えてきますから。えそれね、7個集めてもらってフランシー全員に配ってもらえたらな。あなるほど、今一瞬何か呼び出すのかと思ってなんか流的なのね。それでは今からスタジオの方に行ってみたいと思います。行きましょう。すごいすごい。一応アポは取ってます。ですね、はい、どこだろう。こっち。あ、つくまつく。おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ということで、はい、お二人お疲れ様でございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかった。はい、ついに佐賀テレビ、ね、デビュー。愛ちゃんにとっては本当に感慨深い場所で嬉しいですね。実際にもあのパネルがありまして、ザ・聖地ですね。そうなんです。いやもう本当に一緒なんですよね。いやすごいですね。まんまですもんね。本当に楽しかった。もう一瞬お題を忘れてましたね。いや私も忘れてました。もう楽しくなっちゃって。じゃあ行きますか。その結果発表。はい、ちょっと一回やってみたかったんで言ってもいいですか。お結果発表ちょっと声の張りが足りないかもしれない。やっぱプロはすごいですね。すいません。ということでですね、結果を発表させていただきたいと思うんですけども、はい、もしミッションがクリアになった場合はじゃん、こちら、これゾンビランドサガリベンジの7話のアイキャッチで出てきた、うん、鶴の堂本舗さんの肉まんじゅうというところでございます。ドキドキ。お二人ともミッションクリアでございます。いやもうみなみちゃんに関しては大成功で、あいやいやいや、もう愛ちゃんと言いますか、もう私力技すぎて。総じて佐賀の印象というのはいかがでしょうか。食べ物が美味しい。美味しいというか、やっぱもともと佐賀牛をふるさと納税で、あ、そうですよね、食べてたので、いやもう本当にお腹にカットインって感じで、いやもう本当にお腹にカットインって感じで、いやもう本当にお腹にカットインって感じで、もう笑っちゃったし、突然思い出してやばい、どっかに入れとけよと思ってナイスアシストでちょっとあの声優業の話聞いてくださったんで。そうなんですよ。みなみちゃんいけっと、パスからのもうナイスパスがもうこっちにやってきてきたみたいな、ね、結構あのみなみちゃんなんかは演じてる時の声と今の声でガラッと違うからやってもらって。じゃあいきます。ゾンビ6号キラキラトゥインクル星川リリーだよ。いやよかったです。いやもうナイスパス、ね、ありがとうございました。お腹にカットインは、うん、ちょっとマジ名言すぎます。大爆笑しました。じゃあお腹にカットインプレゼントということで、ありがとうございます。こちらが本日のプレゼント、鶴の堂さんの肉まんじゅうでございます。ありがとうございます。いただきます。あれじゃない。うん、いきます。うん、うん、うん、気持ちいい。あー、あー、うん、うん、あ、甘みがあります。すごく、うん、やっぱアイキャッチに入ってくるということはやっぱりこう佐賀の名物になってくると思うので、しかも愛ちゃんと純子がパクついてるってことはなんかあるんですかね。なんかあるのかな。え、でも純子お気に入りの味ってことですよね。あんなに笑顔で食べてるんで。次行かなきゃいけないとこがあるんです。え、あ、うん、ワープしなきゃいけないんで一回それを返してもらってもいいですか。え、じゃあちょっと こいつたちも一緒にワープしましょうね後で。これまた次行ってもらって。これ持ってボトボトって。いきますよ、せーの。さあ
ということで、いやー着きましたね、はい、着きました。あっという間でした。今回のツアーの最後の目的地、うん、はい、佐賀神社でございます。やってまいりました。わー、ここなんですね。お礼参りといえば、そうです、神社ですね。今回やっぱりゾンビランド佐賀映画化決定記念佐賀県お礼参りツアーということでございまして、締めくくりには一番いいとこなんじゃないかと、はい、ですね、ぴったりです。ぜひ中で映画が大ヒットをですね、うんうん、はい、お参りしたいなと。わかりました。早速行ってみましょう。はい、はい、行きましょう。ところで、うん、あの映画化を決定の発表の映像をライブの最後出させてもらったじゃないですか、はい、あの映像を見て何か思ったこととか、なんじゃいこれって思ったことはありましたか？いや、もうなんじゃいこれしかないですね。もうなんかすごい佐賀推しがやっぱりすごかったですね。しかも白龍さんもノリノリだったらしくてそう、その裏話すら面白い面白い、ね、いや、ありがたいですね、本当に。なんか、いいんだこれ、やってくれるんだっていう、ね、クオリティで、あんな大物の俳優さんが最後ゾンビメイクまでしてくれる、本当ですよね。では早速その映画の話もあるので、はい、あのしっかりですね、映画のヒットをお参りしたいなと。わかりました。でここから僕もマスクを外させていただきます。はい、山口公演玉を用意してもらいました。ということで一泊二日でですね、いろんな聖地をお参りしてまいりましたけれども、うん、はい、いかがだったでしょうか。じゃあ最初田中さんの方から。はい、いや、こんなに佐賀を満喫できたのって本当にないので、すごく楽しかったですし、もういつもいつも笑顔で迎えてくださったりとかして、なんかこうゾンビランド佐賀を愛してくださっているのがすごく伝わるので、本当に最高でした。ありがとうございました。連れてきてくれてありがとうございます。幸せです。じゃあ続いて種田さんの方もお願いいたします。いや、本当になかなか佐賀県にこうプライベートで来ることができなかったので、本当にあのモデルになった場所にお邪魔させていただいて、本当に素晴らしい手厚いおもてなしを受けまして、本当に楽しかったですね。佐賀県に密着して、もう佐賀県ファーストの作品としてね、あのもうズブズブで仲良くしていただけたら嬉しいなと思ってますので、はい、今後ともねゾンビランド佐賀と、そして佐賀県をね、よろしくお願いいたします。本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、劇場に関しては何も内容を知らされていない。果たしてもうアニメなのかどうかも怪しい。今のところ PV は実写で、確かに孝太郎のことだったりとか、あらゆる伏線はもうほったらかしなのか、それとも、ね、謎は解明されるのか、本当にまさに一言で表すなら未知との遭遇だなと思っているので、ぜひね皆さんも劇場に足を運んで未知と遭遇していただきたいなと思っております。それでは、はい、劇場版でぜひぜひお会いしたいと思います。またね、バイバイ。